皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。去年もね、1年間応援ありがとうございました。ありがとうございました。今年も新しい年になったということで、ますますきっと頑張っていきたいと思うので、引き続き応援の方よろしくお願いします。お願いします。で、まあ、まずは緊急報告からですね。で、怪我してからまあ約3ヶ月くらい経つんですけど、今怪我の状態は割と症状的には良くなってきたんですけど、まだねちょっとサーフィンすると痛みが出るので、で今リハビリ、その落ちた筋肉を戻すようなリハビリのトレーニングをしっかりしていて、でそれもねちょっとご縁があって YouTube 見てくださってるトレーナーの方から連絡があって、その方にちょっと見てもらいながら今サーフィン復帰に向けてやっているところです。でやっぱりそういうね、 YouTube こうやってやって、それで見てくださって応援してくれてっていう方が いるから、ね、今回のこのトレーニングとかも知ることができたんで、まあ、そういう意味でもね、こうやって YouTube とかやってきてすごく応援してくれる人がいるのはありがたいし嬉しいことなんで、まあ、引き続きちょっと去年末はなかなかね、やっぱ怪我しちゃってサーフィンもできなかったから出すことができなかったんですけど、まあ引き続き頑張って YouTube の方も継続して上げていけたらと思うので、まあ気長に待ってもらえたらね、待ってもらえたら嬉しいです。復帰したらまた上げていきます。そうだね、復帰したらまた上げていきます。それとあと私事なんですけど、この度妻との間に子供ができまして4月ね、一応末に出産予定で、今もう安定期に入って、あとはね無事に生まれてくることを待つだけなので、まあ家族が増えてかなり未知なんですけど、不安もあるんですけど、やっぱすごくね楽しい生活になりそうなんで、まあね、父にも父にもなるんでさらに頑張っていかなきゃいけないんですけど、まあそれもね楽しみながら、家族来年は今年は3人になると思うので頑張っていきたいんで、はい、ちょっと YouTube にもねいろいろ子供のことも載せるなら、ね、記録として先輩方がいっぱい見てるだろうから、そうだね、何かご助言があれば、ね、いろいろコメントで教えてもらえると助かります。はい初めてだから ね全然未知で、そうなんかちょっと話すと、夏まだ怪我する前ぐらいに妊娠が分かって、でまあちょっと私が結構つわりひどかったりで、でも試合もあったりで、なんかだましだまし YouTube も上げてたんですけどそしたらヒロが怪我して、ね、プツンと YouTube が上げれなくなった時に、まあなんだろう、まあ怪我はよく嫌ですけど、まあ私がちょっと体調があんまり優れず家事とかができない中、そばにいてくれたんですごく助かった部分はありました。俺もでももう足首怪我してたから歩けなかったから、もうほぼほぼ何もできてなかったけど、うん、でも家事とかさ、洗い物とかもう本当にご飯も作れないぐらいだったから、そうだね、いてくれるだけで心強かったです。まあタイミング的には悪くないっちゃ悪くなかったけど、うん、まあ、まあね、今はもうね2人とも割と元気なのになかなかサーフィンできないから、そうちょっとなんだろうな、うわってこう、ね、やりたいのはあるけど、なんかちょっと煮え切らず2023年を終わり、でもまあやっぱここでねしっかり直して、うん、さらにいいサーフィンができるような体を作ってから復帰して、ちょっとねさらに上手くなった姿を見せれれば、うん、すごく、まあ、見せるのが目標なので、まあ、それに向けて日々地道に頑張っていきたいと思います。はい、まあ行ってますところでですね、そんな感じで今年も皆さん良い年にしてください。僕も頑張っていい年にできたらいいなと思ってるので、はい、頑張りましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。